姿勢ガイドのコーナーです。今回は産業スポーツセンター推進室から津市産業スポーツセンターで気軽に運動を楽しもうをお送りします。皆さん、明けましておめでとうございます。新しい年を迎え、体を動かすことやダイエットを1年の目標にしたという方も多いのではないでしょうか。そこで今回の姿勢ガイドでは、平成29年10月1日に誕生した津市産業スポーツセンターについてご紹介していきます。お話しいただくのは津市産業スポーツセンター推進室の坂口さんと、津市産業スポーツセンターの指定管理者である津市スポーツメッセネットワークの平尾さんです。坂口さん、平尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂口さん、津市産業スポーツセンターとはどういった施設なんですか？はい、津市産業スポーツセンターは市の新たなスポーツコンベンション施設として誕生しました。施設には屋内総合スポーツ施設のサオリーナ、銃剣道場や弓道場も備え、県内における武道振興拠点の三重武道館、多様なイベントや会議が可能な産業展示施設のメッセリング三重の3つがあります。これら施設の総称を津市産業スポーツセンターと呼びます。このセンターは性別や年齢、障害の有無などに関わらず、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに配慮し、太陽光発電や雨水利用のほか、室内に自然光を取り入れる光ダクトというシステムを採用するなど、環境や地域にも配慮した施設となっています。子どもから高齢者まで誰でも使いやすい最新鋭の産業スポーツの拠点になっているんですね。ではそれぞれの施設の特徴を教えていただけますか？はい、サオリーナにはメインアリーナやサブアリーナの他にも、市民の方が個人で利用できる屋内プールやトレーニングルーム、フリーウェイトルームなどがあり、運動が気軽に取り組める環境が整っています。全長25メートル、水深 1.1 メートルの屋内プールは、泳ぐコースやウォーキングコースなど計7レーンあり、傾斜のないフラットなプールはウォーキングに最適です。トレーニングルームはルームランナーやエアロバイクなど有酸素運動をするための器具を多数揃えているので、健康増進やシェイプアップに最適です。フリーウェイトルームはダンベルやバーベルなどフリーウェイト器具を多数揃えていて、本格的な筋力トレーニングに取り組むことができます。その他、津市産業スポーツセンターの敷地外周にはランニングロードおよそ 1.2 キロメートルが整備されています。路面はゴムチップ舗装になっているので、膝への負担が少なく走りやすくなっています。照明を配置しているので夜間も安心して利用することができます。さまざまな施設があって、自分に合った運動を楽しめるのがいいですね。では実際に利用するにはどうしたらいいですか？はい、トレーニングルームやフリーウェイトルーム、プールなどを個人利用する場合は、受付横の券売機で利用券を購入してください。利用券には1回利用券、12回利用できる回数券と1ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の定期利用ができる定期券の3種類があります。利用時間は午前9時から午後10時までです。各施設にはトレーナーが常駐していますので、初めて運動される方も安心して利用できます。また個人に合った健康増進や体力強化、シェイプアップメニューなどの提案も可能です。1回利用があると手軽に利用できますし、トレーナーの方にアドバイスが聞けると効率的に運動できていいですね。こちらではその他のスポーツを楽しむこともできるのですか？はい、サオリーナでは一般公開日というものを設定しています。
一般公開日にはメインアリーナ、サブアリーナでバドミントンやバレーボール、卓球などの利用が可能です。バドミントン8面、バレーボール1面、ソフトバレーボール4面、卓球は20台の卓球台を利用できます。利用時間は午前9時から正午、午後1時から午後5時、午後6時から午後9時30分の3部となります。利用希望の方は受付にお越しください。利用開始時刻の15分前から受付開始となります。一般公開日の日時については、津市産業スポーツセンターのホームページや、毎月16日号の広報津に掲載しています。では実際に施設を利用している方にお話を聞いてみましょう。施設を利用してみてどうですか？最新の設備が揃っているのでトレーニングに最適です。こちらの方にも聞いてみましょう。施設を利用してみてどうですか？はい、1回から利用できるので気楽に来ることができます。利用しやすい環境が整っているので皆さん気軽に運動できるようですね。津市産業スポーツセンターではさまざまなイベントを開催していますが、今後の開催予定を教えていただけますか？はい、平成30年の1月と2月にプロのスポーツ大会が行われます。平成30年1月27日土曜日には女子ハンドボールチームの三重バイオレットアイリスと広島メイプルレッズによるゲームが行われます。三重バイオレットアイリスは三重県鈴鹿市を拠点に活動する女子ハンドボールのクラブチームで、2004年から国内トップリーグの日本ハンドボールリーグに参戦しています。今回はその第17戦として広島メイプルレッズをホームに迎えます。また平成30年2月17日土曜日、18日日曜日にはバレーボールの V プレミアリーグ女子ファイナル6が開催されます。今回は V リーグ上位6チームが津市に集結し、上位3チームを決定します。わかりました。国内最高峰の戦いを見ることができるのは楽しみですね。坂口さんもサオリーナでよく運動をされているそうですね。はい、私自身サオリーナのトレーニングルームを使っています。器具も揃っていて使いやすいので、ぜひ一度足を運んでみてください。そして私と一緒に運動を楽しみましょう。今回の放送をきっかけに運動を始めてみようと思う方が増えるといいですね。今回の内容について津市産業スポーツセンターに関することは津市スポーツメッセネットワーク 059-223-4655 までお問い合わせください。